だから今の、あいつだ、あれが噂の悪魔の Z。 本当、俺ら大学生だってな、アキよ。そうだっけ。バカ、合わせろよ。もういいよ、こいつら帰ろうぜ。まあ、じゃあどこ行ってんの大学。東大、東大。おいおい、あの、行くぞ、まあ。何？ついてるぞ。いい車じゃないか、お前の Z。 うん、でも、おいおい、相手はブラックバードだろ。俺無理っつうもんよ、格が違うわ。湾岸の黒い怪鳥、ポルシェターボ。奴はもう何年も負け知らずの湾岸の帝王だぜ。何が帝王だ、バカくせえ。アキオ、あんまりうちの兄貴と話しちゃダメだぜ。ほんと車バカだかんな。車屋が車バカで結構じゃねえかよ。いい加減こんな商売やめてマンションでも建てようぜ。ほんとによ。マンションなんだ、ごめんだね。あ、そうだ、アキオ。何？黒んとこに Z の事故車入ったやつ、お前欲しがってたろ。初期型の Z。 初期型？へえ。いいパーツついてるってよ。暇な時に組んでやっから見とけよ。うん、サンキュー。じゃあ今から行ってみるよ、こうちゃん。アキオ、学校は？いいからいいから、レッツゴー。おいおい、あんま行く。いや待てよ、俺も行く。
また今日もサボりかよ。2軒目には間に合うよ。まあどれかな。こんなとこよりナンパでも行こうぜ。ったくし、なんか面白いこと。何見てんだよ。あのセットだよ。え？セット？あれが？ああ、一番初期型の S30 ってやつだ。おお。ツインターボだ。L28 に乗せ替えてきっちりやってる。足もすげえ。ピロ足にローター、車庫長にスタビ、みんなバッチリだぜ。いい加減にしてくれよな、お前ら。病気だよ、病気。おい、コウちゃん。そいつの車検証とナンバー。おう、サンキュー、クロ。これだよ。3ナンバー？うん。なんで？だって、この Z って。なるほど。公認取ってんだ。ほら。車検証に甲斐って入ってるだろ。 L28 に変えてターボもみんな公認取ったんだ。じゃあ切符切られないんだ。渋いじゃん。おい、アキオ見ろよ。ん？前のオーナー、お前と同姓同名だぜ。え？本当だ、気持ち悪い。これはお前に買ってくれって言ってんだよ。クロ、いくらだ、あの Z。 いや、それがさ。なんだよ、もう買い手が決まってんのか。いや、そうじゃないんだけど、確実にスクラップにしてくれって言われてんだよね。はあ？その車検証から数えて3人目って言ってたな、そいつ。とにかく普通じゃなかったんだ。絶対にスクラップにしてくれってって青い顔して、唇なんかも震えてたな。いわゆるヤバい車ってわけがあるよな、そういう縁起の悪い車ってのが。いや、そいつは幽霊だって言うんだよ。幽霊？これ？ああ、とにかく普通の車じゃないらしいんだ。普通何回か事故ったらもう廃車だろ。エンジンなんかも使い物にならなくなるし。だけどこいつは違うんだ。何度事故ってもまた新品同様に蘇ってくる。そしてまた血を求めるように。いいですよ、俺別に。アキオ、気にしないですよ。売ってください、あの Z。 バカ言ってんじゃねえよ、そんな気持ち悪い車。そうそう、やめた方がいいよ。おい、アキオ。クロが心配してたけど、案の定か。こいつにこんなに惚れ込んでるとはな。なんつうかさ、これが一番ってわけじゃないんだけど、思い出しちゃってさ、これ見てると。思い出す？3年前、山下通りで、たった一度、パッと、目の前を走っていった S30Z。隣にショートカットの女の子乗せててさ、すげえ渋いの。どっちが？女か？Z か？まあ、どっちも。
で憧れちまったってわけだな。あれからたまんなく欲しかったんだ、同じ 30Z が。ねえ、こうちゃん、直すの難しい？これ。そんなに乗りてえのか？うん。クロの話だと結構やばい因縁がある車だ。そんなのに命を預けることになるんだぜ。関係ないよ、そんなの。やってみっか。本当に？頼むよ、こうちゃん。お前がこんなにバカだったとは思わなかったよ。残念だな、まあ。ほら、これツーシーターじゃん。もうナンパは無理だな。そうだよ。あっちの Z の方がずっと良かったのに。うっちまいやがって。アキオ、新しい車検証だ。同じ横浜の管轄だから、ナンバーはそのまま引き継ぎだ。これで。お前の車だ。どうだ、慣れたかこいつに。最高だよ、こうちゃん。パワーが違う。いくら走っても走り足りないんだ、こいつとなら。惚れ込むのもいいけど、それなりに過去がありそうな車だし、冷静にな。無茶すんなよ、アキオ。こいつは待ってたんだ、今までこの俺を。朝倉、もう分かってると思うけど、卒業できないんだわ、お前。出席日数も全然足んなくてな。どうする、留年ってことでいいか？はい。意外なやつが留年になりましたね。成績は悪くないんですけどね。とにかく学校に来ないんじゃ仕方ありませんよ。学校に来ないで何やっとるんですか？悪い遊びでも？それが親しい者の話ではバイトしてるそうですよ、ずっと。バイト？はあ。島田先生。はい。新学期からは先生のクラスになるんで、よろしく頼みますよ。根はいいやつなんですから。わかりました、お任せください。もう大騒ぎだぜ、アキオ。クラスの女みんな泣いてやんな。しかしよくやめなかったよな。お前ダブったら絶対中退すると思ってたぜ。まあダブりもいいかなって。ほら、春から大学生だぜ。いい女紹介してやろっか。うん、女はいいや。あ、嫌な野郎。どうせお前は女にモテるよ。そうじゃなくて、女より夢中になれるもあるし。アキオ、お前。さてと、留年も決まったし帰るかな。じゃあな、まあ。それってあの Z のことか。処分しろよ、あの Z。お前近頃変だぜ。だいたいお前がこうしてダブったのも、元はといえばあの Z のせいじゃねえか。バイトバイトに明け暮れてよ。あの Z に乗ってる限り、いつか本当に死ぬぜ、お前。大丈夫だよ。大丈夫じゃねえったら。俺とあの Z は相性がいいんだ。本当だぜ。アキオ。それよりタバコ、気をつけろよ、まあ。今捕まったらお前も卒業できねえぞ。じゃあな。
結構見たってやつがいるんだ。毎晩のように湾岸に出るらしい。みんなビビってさ、幽霊だなんて言い出して。だってナンバーも同じだし、間違いなくあの Z なんだ。悪魔の Z だよ。オーバー200で走るとまるで他の車は止まっているように見えていく。何気ない緩いカーブがとてつもなく鋭く迫る。もっとと、お前は俺を急かす。こいつとなら負ける気がしない。たとえ相手がブラックバードでも。ブラックバード、出たか、湾岸の帝王。横浜33手の53681、間違いない、死んだあいつの Z だ。有名だったらしい。2年前？じゃあもう辞めたのか。いや、死んだんだ。死んだ。ああ、明け方の湾岸で。
Yeah.